こんにちは、つかつかです。今回はスフレショコラを作っていきます。今回は通常の焼き方ではなくて湯煎で焼いていくような蒸し焼きにするようなタイプで作っていきたいと思います。蒸し焼きにしている分かなり生地もしっとりしたような食感になります。材料もかなりシンプルで作りやすいと思うのでぜひよかったら作ってみてください。では作っていきます。それではまずこちらチョコレートとバター一緒に量ってこれを電子レンジで溶かしていきます。で電子レンジで溶かすときは低いワット数でこまめにかけるようにしてください。一気にかけてしまうとチョコレートが溶けてしまうので注意してください。では溶かしていきます。はい、じゃあ溶けたので混ぜていきます。これで混ざれば次砂糖を入れていきます。そして混ぜます。砂糖混ざれば次に卵黄もここに入れていきます。でここでしっかり混ぜて乳化していきます。でしっかり混ざってツヤのある乳化した状態になれば OK です。次にここに粉を加えていきます。ではこのまま置いておきます。でもしこのまま置いておいて冷めるようでしたら4、50度の湯煎にかけて置いておくようにしておいてください。はい、それでは次にメレンゲを立てていきます。今回は先に砂糖を全部入れてしまってメレンゲを作っていきます。では立てていきます。メレンゲをすくって角が垂れるぐらい、このぐらいの硬さで OK です。ここであまり立てすぎてしまうと焼いた時に表面が割れてしまうので注意してください。はい、では先ほどのチョコレートに先ほど立てたメレンゲを加えていきます。今回は全て最初に入れてしまいます。それでは混ぜていきます。ここである程度混ざればゴムベラに持ち替えます。さらに混ぜていきます。しっかり混ざれば OK です。ではこちらを型に流していきます。はい、では今回は湯煎で焼いていくのでバットに1枚布を敷いてその上に型を乗せます。そしてこちらにお湯を流していきます。約型の下から1センチぐらいまで浸かるように流していきます。
それではこれで焼いていきます。はい、それでは焼けました。こちらで150度で約60分ほど入れてこちらの状態です。はい、それでは湯煎から外して常温で冷まします。はい、それでは冷めたので型から外していきます。それではカットしていきます。ぜひ焼けて少し冷めたちょっと温かい状態でもすごく美味しいので、ぜひ作って試してみてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。